平成19年10月28日中通小学校にて第10回中通フェスティバルが開催されました。今年も地域一体となった催し物として、体育館では昔懐かしの写真や作品展示があり、古城保育園園児による太鼓の演奏が感動を与えていました。学校校舎では林道保育園の園児がお茶を振る舞い、みんなに笑顔をもたらしていました。また今年は一宮子育て支援センターの子育て相談室を設け、参加者の関心を集めていました。グランドでは多くのバザーによる出店で、馬肉餃子や手作りこんにゃくの試食販売など、地域の手料理がいろいろと喜ばれ、だご汁の無料配布には多くの人が詰めかけていました。餅つきでは子どもと大人も一緒に餅つきをし、つきたてのお餅は丁寧に丸め、参加者に振る舞われていました。また竹とんぼ作りやグランドゴルフなど、子どもとお年寄りが一緒に楽しんでいる姿が見られました。地域の連携を深める楽しい一日となりました。